片岡さんよろしくお願いします。今日はね、片岡さんとの思い出で、はい、まあ、前回片岡さんのチャンネルで、うん、1996年、はい、当時オリックス神戸グリーンスタジアムで、うん、オリックス戦で僕が雨流れの2戦目で開幕投手ね、事実上の開幕投手をやった話を、うん、はい、僕目線で2人で話させてもらったんですよ、はい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 、僕は実はあの時自分のことで精一杯で、うん、もう投げることで精一杯で完投はしたけども負けた、まあ、そのことをいろいろ掘り下げて話させてもらったんですけど、うん、僕の中ではあの次のカード、うんうん、東京ドームでの、まあ、帰り開幕のカードで、うん、すごい男のドラマがあったのを覚えてるんですよ。本当にこれは申し訳ないけどね、ガンガン投げる時っていうのはもうな、心ここにあらずみたいな、キャンプオープン戦と死ぬ気で頑張ってた片岡さんはスタメン外れてたんですよね。いや、結構調子も良かったのよ。調子も良かったんですよ。でもやっぱ星野さんということで、はい、安田さんが出られたのね、はい、安さんが、はい、でも俺としたらもう開幕っていうのはピッチャーちょっと分からないけど、野手はね、やっぱり各家庭のおせち料理みたいな感じなのよ、うん、やっぱり家庭によって違うよ、おせち料理って、はい、それはなんかこう自分の家の作品一番いいものを出すみたいな感じなの、開幕はそんな感じなのね、はい、そこで相手ピッチャーによってこうなんか変わるような選手っていうことにも悔しかったし、はい、あれだけそのオープン戦調子良くて結果を出したのにね、はい、使われなかったということでもうねカチンときたのよ、はい、いや普通じゃなかったと思いますこれどの順番でその時のことを思い返して喋ろうかなと思ってるんですけど、うん、まずそういう悔しい出来事があって、うん、帰り開幕東京ドーム行きました、はい、あれ何戦でしたっけ。大栄戦、ピッチャー渡辺秀和です。カットボール、はい、1打席目ですよね。俺5番やって、はい、1打席目、1打席目2回の先頭です、はい、多分2球目と思うんですよ、右中間で、それもねちょい詰まりなんですよ。でもなんかね、やっぱ野球人生の中でこう節目ってあると思うんだけど、あれは俺の野球人生の中での大きな節目のホームラン。やっぱりちょっと詰まってないけど、本当にこうギリギリ、あれフェン上でもおかしくないけど、そのちょっとの最後の伸びというのは、やっぱりこのずっとその2年間不調で肘の怪我があったりしてできなかった、もう今年ダメだったらもうプロ野球選手3年あかんかったら忘れられるからね、はい、レギュラーなれへん、なれないかもしれないと思って、とにかく頑張ってきて試合外されて悔しいから絶対打ったろという気持ちが最後グッとこうねボールを押してくれたよな。これね、今思い出しても胸が熱くなるんですけど、あのあと一塁ベース回ってちょうどセンターからのカメラが片岡敦史の顔をバカッと撮ったんですよ、はい、でその時もう放送じゃ言えないぐらいの言葉をボケーまでは言うていいと思うんですけど、すんごい顔でどこに叫んだのかは分かりません。でもちょうどセンターのカメラがそれ捉えてたんですよ。で僕はもう上がりのピッチャーだったんで、ダグアウトロッカーでそれ見てて、なんでこんなに吠えてるんだろうと。で僕はその先発ピッチャーの鍋州ですか、うん、となんか因縁があったのかなと思うぐらい、すんごいこう怒り心頭と、よら見てみっていうような片岡さんがダイヤモンドを回ってる、うん、そういうシーンを見て不思議だったんですよ。ほんでいろいろ思い返すと、僕が前のカードオリックス戦で、あれは土日が開幕で僕日曜日投げたんですよね。ほんでその一戦終わってとこう映像を思い出して全部答え合わせできたのが、僕ね悔しくて1対0で関東負けですよね、うん、悔しくてバス乗った時にすっごいもう悔しかったんですけど、周りがガンちゃんナイスピッチング、次頑張ったら必ずいいことあるからってみんな声かけてもらってる中で、片岡さん窓際に座って泣いてたんですよ。そうやった。だからとにかくもういても立ってもいられなかった。なんかで僕1対0で負けて、僕以上に悔しいと思ってくれる人いるんだと思ってたんですよ、その場は。ガンと共に悔し泣きやと、チームが負けた悔し泣きだと思ってて、あ、こんなに熱い開幕戦にかけてる人がチーム内におったんだと。で僕は自分のことで精一杯なんで、片岡さんが出場してるしてないもわからないんですよ。それぐらいもう集中してる、誰が出てたなんて全然覚えてないんですよ。ほんで東京ドームのホームランとバーッと頭の中でいろいろわーっと言葉を吐いたのとかを整理整頓したときに、その涙とあのホームランのあの絶叫が全部答え合わせできて、僕チーム内で大ファンになった人初めてだった。
本当冗談抜きで。いやね、あ、これがね、そうそう、流してもいい男の涙の一つやなと。いや、ね、本当に思いました。今振り返ってもちょっとこう、今やったらね、言い過ぎとか、あの時もベンチでなんかこう、ね、みんなの 前でタッチしてやっても、まだベンチでもなんかもう、なんかわーって言ってたからね、はいはい、それぐらいやっぱりなんかこう、あの悔しかったし、そこでまた結果出たことによって、まあ、あの首脳陣の方も、まあ、あの何言ってんねんって言うこともなくね、あれぐらい怒ってやれみたいなことを、ね、上田監督も言ってくださったし、はい、俺あれそのね、ホームラン打ってからあの日3本打ってないけど、はい、3本目セカンド悩んだよって、はい、でそのフォアスにヘッドスライドもしてセーフになったね、はい、やっぱああいう気持ちを忘れたらあかんっていうことをなんかずっとその野球やってる時はね思ってたし、最後の悩んでもちょっとの差やけど、はい、そのちょっとの、そのためにやっぱ頑張ってきたわけやん。あ、もうズバリその通りだと思います。すごい、だからあのゲームというのはもう俺の野球人生の中ではすごく節目になって、今でもやっぱりあのホームラン、あの打席でね、プロ野球に入って 何個か上げろって言われたら、やっぱりあの打席っていうのはもう俺の中では、あのホームラン1本っていうのはもう俺の人生を変えたと言ってもね、過言ではないぐらいの大切な、なんか1打席、執念と情熱で言うと、情熱で言うと僕の野球人生も変えてる一幕なんですよ。あの年僕は二桁勝利させてもらいましたが、うん、周りにそういう人がいるから、うん、これだけ熱い魂を持ってる人がいるからそれができたと思えるし、いや、根性論反対する人いますけど、これ見てどう思いますかって話ですよ。あ、今の話聞いて野球心持ってる人が何を感じましたか、僕はそれを伝えたいですね、うん、そこまでね、作り上げてきた自分が発揮できない、ほんで悔しさを持ってバッターボックスに入ってそれを押し込んだ、詰まった当たりをオーバーフェンスに押し込んだ、いや、振り返っても熱くなりますよね。いまだなんかこう手応え残ってるよね、多分なんかこうあのちょっと詰まったけど、はい、詰まったけどグッとこう押せたというふうな、やっぱり自分の中でも、もう一回打て言われてもさ、ああなかなか打てへんやん。でもやっぱあれは本当に自分でも神様いるなと思えたし、やっぱ頑張ったらやっぱ神様がああいうことをね、チャンスを与えてくれるっていうこともなんか、あのホームラン、あの打席でやっぱりなんか感じさせてもらったよね。うん、まあその野球の神様がそうやっていると。でももう一方の野球の神様は、松坂のデビューの三振のシーンばっかり流すんですよ、岡田子さんの。まあでもあれな、今はまあもう20年経つね、あれ20年経ちますね、早ない。うわー、でも20年、でも本当この間の出来事、そうそうそう、ほんまに未だにあのボールの軌道と、あの振ってあんなこけたことないねんと。浮き上がってきました、やっぱ俺はストライク思って振ってるし、はい、あ、まあ、ストライク、うん、だからあこ振るときにはストライク見えてるわけ、はいはいはい、まあ、そこでやっぱり俺もその高校でのね、まあ、スーパースターが入ってきて、そこでまあ日本との初登板へと開幕ねして、だからこっちもなんかあのミーティングでもな、みんなちょっと今日はお前あのプロの厳しさ見したろやみたいな感じで、みんなそう思ってたはずです。だからやっぱ俺もかなり力んだよね、はい、力み上げてたねただそのいつも俺は言うんやけど、あのまっすぐのすごかったけど、その前の2ストライク目がね、スライダー来たのよ、はい、それにびっくりした。ああ、高校生がこんなスライダー投げれるんやと、うん、だからそのね、俺たち以来の春夏連覇は横浜高校してね、まあ、どっちも PL と接戦をして、 PL の選手は延長17回まで戦ってね、あの松田から5点取ったわけ、はい、よく5点も取れたなと、 はい、あのボール見てね、ええ、まあ、思ったし、いまだねそうやって、20年経っても松田が移籍するたびにね、はい、あの映像を必ず出てきます。出てきて、はい、なんか自分もあ若かりし頃ね、これだけバット振れたらいいなとか、あ、まだ若かったなとか、これ振りすぎやなとかいうのがあるけど、20年経ってもあって出してもらえるってこと自体が俺としてはもう今だってありがたいよね。はあ、私がイチローの筆頭株主だというのも同じですねイチローが記録を重ねるたびに僕の映像とか僕の数字が出てきたのと一緒で。そんなの誰だ、はい、どれぐらいだったら3割、でもそれでも3割5分ぐらいじゃん。3割9分6厘5ホームラン何本だね、36本、それ最高、日本人で最高です。でもそれだけ対戦したいことやん。あの、それはすごく優しさの言葉です僕はもうそれを筆頭株主だっていつも言ってるんですよ。うまいこと言うね。ありがとうございます。でもアメリカでジョン・ダッキーっていうピッチャーが37本目打たれた時には
なんかちょっと悔しかったよ。わかる俺が一郎の株主やでとか思ってたんですけど、日本だけの株主に変わった時にちょっと悔しさも覚えるぐらい。いやいや、でもやっぱあれだけその3割9分6厘でよくピッチャーから言わしたらね、はい、4割なんか打たれたら毎回打たれてるような気がするんですよっていうこと聞くんやけど、はい、どんな感じ。不思議と一郎の場合僕3割ぐらいと思ってたんですよ。あ、逆にこの抑えてるイメージもあったの。イメージも強かったんですよ。なぜなら抑えたことがすごく嬉しかったからだと思うし、タイミングは外せてるんですよ。タイミングを完璧に打たれた人ないんです。タイミングが外れてるように見える映像が多いんですよ。でも彼は外れてるように見えてても彼の中では対応してヒットゾーンにボールを置いてるんですよね。だからあんまりその3割9分6厘も俺打たれてたんかみたいな感じ、はあ、まあ、ぐしゃっと映像はぐしゃーですけど、それをもうヒットゾーンにこう落としている彼の技術なんでしょうね。はい、まあ、そんなのも感じるという。まあでも3割9分6厘36本、はい、でもね、今日伝えたかったのはこれだけ情熱を持ってそのバッターボックスに立ち野球人生をかけてた人だということを皆さんにお伝えしたかったし、そのやっぱり心が気持ちが体を動かしている、奮い立たせているっていうのを分かってほしいんですよ。これぜひね、小学校、中学校、高校、まあ、大学も含めてアマチュアでプロ野球選手になろうとしている人は一つこれ心のどっかに置いといてほしい、うん、まあそういうシーンなんですよね、はい、まあでも何でも今ね、気持ちが体を動かすって言ったけど、まあ、今でもね、やっぱそういうふうな気持ちでやっぱり仕事もいろんなことに接していかなきゃいけないなってことは年々思うね、はい、なんかこうもう、ね、年ってきたからまあいいやみたいになりがちな時があるやん、はい、でやっぱりいつも向上心を持って何事でもこう取り組んでいかなきゃいけないと、はい、いうようなことを思うんです。そうです。僕この出来事僕は一回文章にザーッと上げて、うん、知り合いの方の息子さんが高校サッカーで進路どうかなってることがあったんですよ、はいはい、でその夏の最後のサッカーの大会で PK 外してしまいで負けた、うん、でやや落ち込んでいる、うん、で僕その知り合いの方から連絡があって息子に声かけてやってくるって言われた時にそれを僕プリントアウトしてその息子さんに渡したんですよ、はい、男の涙は全く恥ずかしくない、うん、自分を成長させるものだと、うん、心の洗浄剤とも言われる、うん、涙を存分に流していいこうやって乗り越えた人がいるんですよって僕それプリント渡してるんですよ。それすごい、いや本当です。片岡さんのその出来事、うん、グリーンスタジアムからホテル帰る前の乗った瞬間に窓際で僕が乗って右ですよ、うん、進行方向左の窓際で多分タオルかじってたと思うんですよね。かぶってたんちゃうかも。かぶってかじってガーッと涙ボロボロって流している片岡さんがすごく印象的で、まあね、年々涙もろくなってくるけどね。なります。言うて、まあ、あんまり男でなんか泣いたら恥ずかしいなと気持ちがあるけど最近はもう涙もろなってよう涙出るね。韓流ドラマでもスタートから泣いてます。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。